ハスカップはスイカズラ科スイカズラ属の小果樹で、樹高1メートルから2メートルの落葉低木。ケヨの実とその変種、クロミノウグイスカグラの総称とされているが、ハスカップをケヨの実とクロミノウグイスカグラとに分けるべきなのか、見解が分かれている。ケヨの実は、葉や若枝に毛が密生する。クロミノウグイスカグラより、高山性で、大雪山などの高山帯に自生する。また、クロミノウグイスカグラより小型である。クロミノウグイスカグラは、葉や若枝はほぼ無毛で、釧路湿原などの低湿地に自生する。ケヨの実とクロミノウグイスカグラは混生している場合も多い。また、両者の中間タイプもある。果実は、青みがかった黒色の液化で、食用になる。和名のクロミノウグイスカグラは、黒い実をつけるウグイスカグラという意味で、北海道南部から、九州の山野で見られるウグイスカグラに近い仲間である。なお、クロミノウグイスカズラという点下もあるが、ツル性の植物ではないため適切な名称ではない。苫小牧市では、湯の実という愛称で親しまれている。湯の実とは、アイヌ語のエノミタンネに由来している。他にヤチグミ、ヤチの実、フレップ、ネズミフレップなど、日本国外でも、ハスカップ、または、ハスカップベリー、ハニーベリー、ブルーハニーサックルなどと呼んでいる。ハニーサックルとは、スイカズラ属のことであり、ブルーハニーサックルとは、青いスイカズラといった意味になる。また、スイカズラの名は、花の基部に甘い蜜があり、昔、子供たちが花をちぎって、蜜を吸ったことに由来する。ハニーサックルも、ハニーを、サックという意味である。属名のロニサラは、ドイツの本草学者、アダム・ロニチェルの名にちなんでいる。名称は、ハスカップの実を指すアイヌ語のハスカプに由来する。ハスカップの果実は、アイヌの不老長寿の果実と言われて宣伝されてきたが、これは商品を販売するための創作であり、アイヌにとっては身近な植物であり、特別なものではなかった。産地では主にジャムやジュースなどの加工用途で、生食用として市場に出回ることはない。理由は、常温では傷みやすく、冷凍すると溶けてしまい、流通が難しいといったことが挙げられる。北方系の植物で、シベリア、中国東北部、朝鮮半島、サハリン、千島列島、カムチャツカ半島などの寒冷地に分布する。日本では、北海道の勇払原野が最大の群生地であるが、1960年代の苫小牧港や、苫小牧東部地域の開発により、群生地は急速に縮小した。現在では、ウトナイ湖周辺と、ベンや天沼周辺などに、わずかに残る程度である。その他、檜山振興局トルモイ振興局を除いた12の振興局で自生が確認されていて、ほぼ全道的に自生しているが、連続的な分布ではなく、散在している。釧路湿原、別管片牛湿原。霧タップ湿原、大樹町周辺、別海町周辺、標別湿原など、北海道東南部の海岸沿いの低湿地や、大雪山、美幌峠、道北のピアシリ山、知床、道南では、横津岳など、高山から高山にかけて分布する。本州以南では、高山植物に相当し、栃木県の日光、戦場ヶ原や、静岡県の荒川岳など、標高の高い地域にわずかに自生している。原産地はロシアのバイカル湖周辺で渡り鳥によって運ばれ、渡り鳥が排泄した糞に混入していたハスカップの種子が発芽して根付いたものと思われる。ハスカップの地枝は褐色で薄く折り重なるような特徴のある樹皮を持つ。葉は長さ3から8センチメートル、幅 1.5 から 3.0 センチメートルの楕円型で、大成する。葉縁に鋸歯はなく全円である。5月中頃、クリーム色でラッパ状の花を2個ずつ下向きにつける。果実は初めは黄緑色だが、熟すと果皮の表面にブルームができて粉白色を帯びるため、青みがかった黒色になる。果実の大きさは1から 1.5 センチメートルである。果実の形はブルーベリーが球体なのに対して、ハスカップは丸みを帯びた円錐型で、長円、卵形、長子形、円筒型などの変異がある。野生のものは酸味が強く甘みはほとんどなく、痩せた土壌ではより酸味が強くなる。味や利用法はブルーベリーによく似ている。しかし、ブルーベリーはツツジ科であって、スイカズラ科のハスカップとはとかが異なっている。ハスカップの野生種には酸味がきつい系統、果実が小さい系統、苦味か、着色不良かなど、株によって味などにばらつきがある問題があったが、近年の品種改良により、糖度が高く、大粒で、高収量の品種が作られている。日本では、現在、4つの品種が登録されている。ハスカップの時価結実率は一般に、数%以下であるが、ユーフッツは 28% と、時価結実率が比較的高いため収量性が高い。自然受粉による結実も良好である。酸度は、ハスカップとしては低く、糖度は11度弱で注意である。ほとんどの場合、食品として加工された状態のものが流通している。これは果実の日持ち性が悪く、生のままの保存が極めて難しいためである。近年では冷凍技術の発達により、実を冷凍した状態で流通している場合もあるが、流通量は極少である。その他、羊羹、飴、キャラメル、ゼリー、グミ、ジュース、レトルトカレー、かりんとう、大福餅、フレーバーティーなど多様な商品が出てきている。ハスカップは耐寒性に優れるが耐暑性があまりないため団地での栽培には向かない。本州においては東北地方の北部ぐらいまでが平地での栽培の限界と思われる。東北以南では避暑地などの真夏でも30度を超えない高地であれば栽培可能と思われる。ハスカップには灰色カビ病、うどんこ病、枝枯れ症、金角病など5種の病害と、人参アブラムシ、ハマキムシ類、波肌に、カタカイガラムシの一種、ケムシ類、長茶コガネなど45種の害虫の発生が確認されている。苫小牧市の観光親善大使、ハスカップレディは、毎年8月上旬に開催する苫小牧港祭りで選ばれ、1年間市内外の各種イベントや観光キャンペーンなどで PR 活動を行う。ハスカップの魅力をより多くの人に知ってもらい、味わってもらうことを目的に、美唄市農業協同組合、苫小牧広域農業協同組合厚真町ハスカップ部会、ハスカップ協会が連名で記念日の登録申請をし、2021年4月30日に、一般社団法人日本記念日協会により7月7日がハスカップの日として登録された。ハスカップは2つの花から1つの実をつけることから、花言葉は愛のちぎりであり、七夕の織姫と彦星のように離れた2人が出会える日にと7月7日とした。また、ハスカップの収穫時期が6月下旬から7月中旬であることも7月7日とした理由である。道南バスの高速ハスカップ号は札幌市と苫小牧市を結ぶ高速バスで1985年から運行している。ありがとうございます。